マリエ・サユリのオフラインセッション。パーティーゲームやってみようのコーナー、やるぞ、イエイイエイイエイ、はい、ということで、はい、今日はですね、前回に引き続き、うん、カードライン動物園をやりたいと思います。やるぞ、うん、今回は前回が、寿命対決だったので、うん、残りの、体重か大きさでやっていきたいと思うんですが、うん、はい、このカードラインというゲーム、本来はですね、うん、1枚こうペンと出しまして、手札を配った時に先行の人がこのラインナップだったら体重の方が有利とか、このラインナップだったら長さの方が有利とかで、そこから決めればいいというルールがありまして、前回は面白そうなんで寿命を選んじゃいましたが、はい、今回はそのルールにのっとって手札を配ってから考えたいと思います。ほい、ということで、うん、じゃあ手札シャフシャフをしますか。シャフじゃあお互いにちょっと決めますか。はい、まあ、枚数は前回と一緒でお布施2人用ルールとして6枚で、うん、本来は4枚ですね、1人。よし、これでいいでしょう。はい、はいはい、わかりましたやった。1、バビー、2、3、コンドル、クジャク、ちょっと鳥かぶる、5、5、6、6、はい、6枚で、1個目がこれいいんじゃないですか。カーバー、ヒポポタマス、ヒポポタマス、ヒポポタマス、すごい、次、次人間、人来たよ、人来た、ホモサピエンスの登場ですよホモサピエンスか。じゃあ先行後攻、まずじゃんけんですかね。マリちゃん、カメラに見えるように見えるように行きますか。あー、私ヒョウがいる、ヒョウがいる、ウヒョウ、すごいわね、ヒョウとウヒョウ。ということで、はい、先行後攻行きますか。じゃあ行きましょう。なんだっけ、マリエ式でいいよ。先行後攻、先行後攻、インジャン、ホイ。あ、やった、どこで来るのか分かんなくて適当に振ってたら勝ったじゃあ、はい、ラインナップを、じゃあ一応これラインナップ、私絶対さいずで行った方がいいよね。体調で行きたいと思います。はい、じゃあ手堅く行こうかな。カバーまずめくる。あ、そうだ、カバーめくろう。じゃあカバーの体調は、カバーめくったらバカになっちゃう。ここですね3.5m。 はい、あ、うん、まあ、はい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 、で 100% 勝てるとこから行こうかな、うん、ハリネズミはカバより小さい、でちゅ、24cm、 かわいい。あ、でも意外とある。私ね、ここが確か 30cm だから、ここからここまでぐらい、こんなもんだ。かわいい、でっかい、ワオキツネザルっていうのがいるんだけど、うん、尻尾も含まれてるのかな。含まれてると思う。24センチよりは大きいはず。ワオキツネザル、尻尾長いよ。これ短かったら尻尾の分計算されてないから、尻尾でね、枝に捕まったりする。42センチ、これは多分入ってる。ワオキツネザルって多分こんなもんだもん。だよね、入ってる。よかった、入って42じゃない、信じてた。そうなってくると、自分で言っといてなんだけど、このヘビがめちゃくちゃ難しくなってきた。確かに、ボアコンストリクターね。ヘビどれぐらいの長さなんだ。いや、でも 3.5 超えることある？わかんない、私ヘビ、ちっちゃいヘビしか見たことない、うん、ヘビとお会いしたことない。でも早めにやっとこう、うん、確かにカバーよりは短いんじゃないですか。ボアコンストリクターでん、2.6m、 危な、長、これもうちょっと後になってたら超難しいカードになってた。イエーイ、戦略的勝利。じゃあね、うん、いや、コンドルは喜んどる。あ、でも 2.6 でしょ。 2.6? 難しいの出しちゃったね。 2.6 コンドルがマリエを追い込んどるインドクジャクって、うん、クジャクだ。 3.5m よりはちっちゃい気が。でもここ入ってるかもしれない。そう、そこなの。そこが 2.6 いく、ね、いかない。しかもオスだよ、これは。絵からすると色鮮やかな方だから、ちょっと後に回そう。え、豚って、ミニブブブブ、ミニブタはミニブタでいるんじゃない。40センチぐらい。もう、キツネザル自分だよ。うん、キツネザルよりは大きいでしょ、豚。ここだ。ブブブブブ、結構大きいんじゃない、これ。ミニ豚じゃないから。1.3m。1.6m。おー、よかったよかったよかった。豚に詳しい。
任せて。豚に精通してらっしゃる。命の食べ方の映画のキービジュが豚だったからでもそれミニ豚じゃない。いや大きかった、食べる豚だった。デカ豚食べる豚、確かそう、食用豚、食べる豚。そう、じゃあハチドリ絶対ちっちゃいんだけど、うん、あでも24センチよりちっちゃいよ絶対。ハチドリ虫みたいなされたもんね。ハチドリは10センチ。かわいい、こんなだよ、こんなのピリリって言っていいじゃん。あ、かわいい。私はね、一個忘れてたものがあって、ナメクジ。うわ気持ち悪い。10センチよりちっちゃい。うわ気持ち、なんならね、うん、塩で1センチなんだから。縮ますよ、11センチえ、でかっ。でかくない、キモ。え、11センチ、え、ハチドリよりでかいの。そう思うとちょっとちょっと気持ち悪いですね。怖いね。あ、そして私が人間、ついにマリエが人間を得た。人間のさ、人間の身長の平均どこに取ってるか、ね、今豚 1.6 っていう超難しいの出ちゃってるから、ね、え、人間の男、男、オスなのかな、オスメスによって変わるよね。確かに人間のね、オスメス。まあとりあえずじゃあさゆりちゃんに、あのね、今まで目を背けてたけどね、うん、キウイっていうよく知らない鳥が入っちゃってるんだよ、ね、かわいい。キウイのサイズが全く分かんない。ヒョウ行こう。ヒョウは 1.6 よりは大きいんじゃない、うん、尻尾もあるし。でも絶対 2.6 もあったら怖すぎるので、うん、1.6 ある。でも尻尾、尻尾だよ。尻尾結構長くない。でも 2.6 はないと思うけど。あと手足伸ばす、伸ばさない、伸ばさないんじゃないかな。伸ばさないか。 猫の測り方ってこっから、あ、うん、こっから尻尾な気がする。あ、じゃあどうだろう、ヒョウのお尻尾、尻尾さんはどんな感じ。ぽい 1.4。 あー、豚にかなわず。豚よりちっちゃいっていう扱いな。ヒョウはちっちゃいのか、ね、ライオンだったらもうちょっと大きかったかも、うん、ということでラマを得た。人間さ、これ原さゆり基準だったら 1.5 ぐらい。原さゆりはね、今ね、豚より小さいっていう衝撃事実が出てきてるけど確かにいいじゃん、豚より小さい、かわいい。え、 1.7 ぐらいになってんじゃないの。なってんじゃないの。 1.72。 おー、すごい人間を過大評価してる。多分だけど日本人入ってないね日本人だと男女平均取ったら 1.72 よりちっちゃそうだもん。どうなんだろう。70、うん、男性の平均ってどんなもんなんだろう。でも男性の平均こんなもんじゃない、うん、世界の平均もっと上、日本だと分からない、分かんない、地域によるのかもしれない、分からない、分からない。次行こう。次はどれ行く。ペリカンって結構大きいよね意外と、うん、ペリカン。でもここ、ここじゃない、この今キツネザルと豚の間が42から 1.6 メートルに飛んでるから、うん、ここでしょ、ここ穴場だよ。西灰色ペリカンは 1.7 メートル。どうここか。でかっ、怖っ、迫力がある。ザ・バードじゃん。ということでガゼルを得ました。はい、待って待って、またガゼルとラマっていうさ手札の中で喧嘩が起こってんだけどうちコンドルとクジャクでちょっとね、一緒に並ぶと余計混乱するって言ってる。コンドルのサイズとかあんま知らないもん、飛行機しか分からん、うん、そう、コンドル、ビーバー、ビーバーってかわいいね。ビーバーね、プーさんにいなかったっけ、ビーバー。アークでずっとビーバーに追いかけられてた記憶がすごいあるんだけど、ビーバーでかかったな。ビーバーって40よりでかいと思うんだよね。40より大きいかもね。そう、でもそんなもんだよね。恐竜がいた時代だと結構でかかった。92。おー、でっか、怖い。あ、そんな大きいんだ、ね、よかった。アークは私に動物の知識を教えてくれた。ゲームの話、うん、恐竜に追われるやつでしょ、うん、どうぞ。ガゼルは、うん、あ、次メガネカイマンだって。ワーニー、うん、あ、これワニ表向いちゃってる。あ、本当だ、向いてる。あ、なんか見ちゃってるのが何枚か。飛ばそう飛ばそう。何もなかった。見なかったよね。待って、もうラマとかと、この手のさ草食動物ってどうやって測ってんの？頭からお尻？かな。尻尾もちょっとしか入ってないし。とするとこの L 字で体長測ってんのかな？どっちなんだ？むず。高そう。172は超えてるんじゃないの？ということで、人間とボアコンストリクターの間、ポン、 1.25。 あ、ちょっと意外とチビサイズ、豚より小さいラマ。じゃあもうここじゃないの、上から下の身長と同じで。横は測ってないかもしれないね。わかんないね。 1.25。 スッ、あ、次もシマウマ、似たような来ちゃったよじゃあ次クジャク行こうかな。クジャクでかいと思うんだよ、ね、ライオンに食べられるシリーズがすげえ来る多分ね、うん、インドクジャクって、あ、人間よりクジャクよりでかいと思うんだけど、ここのね、ヘビービー、ヘビービーがねちょっと怪しいんだけど、多分 2.5
5ぐらい。大きいね。大きいと思う。じゃん、1.05。 あれここえもしかしたら、あ、でも 1.05 って考えたら結構大きいんじゃない？クジャクってこんなもんでしょ？クジャク自体が。羽計算してないんじゃないこれ。いやでもクジャク自体がこんなもんだから。あれそんなちっちゃかったっけ？そうですよね。クジャク自体ってそんな大きくない。私ダチョウと一緒になってる。ダチョウサイズの鳥がクジャクのように羽を広げたら怖い。怖いでしょ？怖いと思ったのよ。アライグマ。クジャクってだって動物園で見たとき下見ない？もう随分動物園に行ってないっていう。でも意外と大きい。 1メートルある。いや寿命なら自信あったんだけどな。クジャクの10年だって本当かな。じゃあさっきの感じからして、うんうんうん、ガゼルは多分ラマと同じぐらいなんじゃないかな、うん、と思うから豚よりちょい小さぐらい。私はね豚より大きいかな。いやでも今豚と人間が肉薄してるんだよね。そうなの。あ、豚に対して肉とか言っちゃった。でもガゼルは豚よりちっちゃい、うん、じゃん 1.15。 お、当たった。やっと当たった。この辺美味しそう、うん、こら。アライグマね、大きいと思うけどね、1メートルいってないと思うんだよね。アライグマね。ナイスカ。知ってる？多分ね、こんぐらいだと思う。60センチぐらいだと思う。こんぐらいだと思う。ギュッてするぐらいじゃないかな。40、いや、こっち82。おー、セーフ。結構大きいんだね。可愛い、コアラみたい。そして、またラス1になってきた。やばい、また負ける。シマウマ。シマウマはさすがに、うん、豚より大きいんじゃないかな。シマウマって結構大きいイメージ。おとなしくキウイに行ってもいいんじゃないの。キウイはね、知らない。キウイは見当もつかない。これ最後の戦いだよ。キウイって何？なんかゲームとかでしか聞いたことない。シマウマは、うん、豚より大きいんじゃないかな。人間様 1.72 でございますよ。人間様、あー、これライオンが分かればな。ライオン、あ、でも豚よりちっちゃいかも。ガゼルに食いついてるライオンとシマウマに食いついてるライオンを考えたとき、シマウマの方がちょっと大きそうだけど、うん、そんなにめちゃくちゃ差がある感じでもないから豚よりややちっちゃ。どうでしょう。バン 2.35。 でっけでっけ。めっちゃでかかった。シマウマでっけ。あ、ニワトリ来た。あら、なんなん、食用動物すごい来るんですけど。アンデスコンドル。アンデスコンドルでかそう。コンドルはでかそうだね。でもでかそうって言ってもこう1メートル超えない気がするんだよね。うん、で、こう1メートルのね、82、92、1.15 の混んでます。変にいそうで。あ、この辺コンドル。コンドルけど、じゃあそうだな、1.2 くらいかな。ちょっとずらそう。お、ガゼルより大きい。そう。大きいかも。ちっちゃく見えるけど実は大きいかも。どうや。1.17。 おー、おー、いけたー。あ、イエーイ。いやー、もう私動物博士だわ。君もっとアートやった方がいいよ。この辺だと思うな。本当？じゃあ見るよ、うん、当たった。65。おー、当たった。ほら当たった。あ、キウイ。キウイ知らないんですよ。キウイ、キウイどこだと思う？私はね、キウイね、いや、ちっちゃくて可愛いと思うんだけど。キウイってやっぱここ、あのキウイの元になってるの、うん、名前的に。でもこれぐらいの、あのキウイの元ネタってこと。元ネタって言い方あれだけど、私ここだと思う。さゆりちゃんはもっとちっちゃい気がしてきた。そう考えるとどこ。キウイのサイズじゃない。だからハチドリ、ハチドリとハリネズミの間。間、じゃあめくるよ。ぴゃーん、52センチ。意外としっかりしてる。私で合ってた。本当だ。ここだわ。で、キウイって知ってた？うん、なんか可愛いなって。ただの缶じゃん。いやでも缶で前回から私勝ち続け。なんか缶じゃないんだけど。なんか納得いかないな。まあいいけど、あの、言葉で説明できるもんじゃないんだよ。わかるかね。そう、もう身についてる。身についてる。そう、知らない鳥のサイズが。99% 努力しなかったけど、 1% の才能が私を勝たせてる。2週連続っていう。なんか合ってるような間違ってるような格言だね。はい、ということで今回はマリッティの勝利。イエイ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 。はい、なるほどね。あ、いや、お、また大人袋が。チラ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 。あ、引き続き動物辞典とかで勉強しようね。じゃあ前回のと合わせて6000円ぐらいの辞典買おう。そういうの大事だよね、うん、図鑑ってさ、高くない？高い高い。だってフルカラーだもん。そう、変な生き物とかさ。こんなでっかいのとかある。そう、高いんだよね。変な生き物図鑑買おう、うん、なんだっけ、あの、すごい弱いみたいな。そう、不思議な話ばいっぱい書いてて。あれ買おう。あれ読もうか、うん、でかして。
そう、あと勉強しますから。やってないのがついに体重重さですよですね。なんかこう見ると意外とさ体調もさあ、そうなんだって。人間のパラメーター、パラメーター見たんですけど、172センチ70キロ71年。この中でその通りの方はいなかった。まずここに71歳の人いないと思うんですよ。そこそこなんだろう、先進国でまあまあいいもん食べてる人だよね。確かに結構筋肉質だよね、うん、なるほどね。カードラインの傾向が読めてきましたよ、ね、なんか人間で考えるって動物に行くと結構長生きで大きめで、うん、そうね、結構良い方を取ってる可能性あるよ、うん、でも豚350キロって書いてある。あ確かに。あでも体重とかでやってないけど、こう見るとびっくりするね。ちょいちょい、かなりでっかい豚だねこれ、うん、350キロ 1.6 メートル16年、ね、あじゃあね、ちょっとクイズこれやろうっと。ハリネズミとワオキツネザル、うん、どっちが重いでしょうか。ハリネズミって思うじゃん。 800g と 3.2kg。 あーそんな軽いんだハリネズミ。そうなんだ。あ針が別に重くないのか。てか差がサイズが全然違うもんね、うん、そうだよね。キツネザル42センチ。他にも42センチ 3.2kg。 重さだけでいうとうちの猫ぐらい。あらもうちょっと重いか。リリシーヤギ。本当だ、ガラガラ丼とかに出てくるヤギじゃん、うん、なんかある意味ほらヒョウとかチーターとかそれ縛りだけでやるのもいいかもね。あライオン大好きな。ライオン、ライオン、ライオンのデータ知りたい。ライオンは180キロ175センチ。人間にするとやっぱ怖い、押しつぶされてしまう。でもこれ全部筋肉ですから、ライオンは全部筋肉ですから。すごいなライオンは。可愛いニャンコだよね。いやー猫科の動物大好き。クロアリ。気持ち悪い。寿命は知ってる？クロアリ、うん、すぐ死ぬ。何日ぐらい？すぐ死ぬ3年。まあすぐ死ぬよね、私に比べたら。サユリの3年。なんだって私30年生きてますから。10分の1だもんね。結構生きるんだ ね。でもそっか、アリって冬越すもんね。そうだ。あ、そういうとこから考えるのね。うん、勉強になりました。そうでしょ。はい、ということで皆さんもぜひですね、こちらのカードライン動物編、他にもですね、いろんな恐竜編とかありますので遊んでみてくださいね。ということで今週はパーティーゲームやってみよう、カードライン動物編を遊びました。